暑いですね。はい、こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回は視聴者様からのご質問も多く、また W124 君の知られざる弱点とも言われるオルタネーターについて、私の知りうる限りの情報を皆さんと共有しようと思います。ちょっと古い世代ですとダイナモといった方がしっくりくる方も多いかと存じますが、一言で言ってダイナモは直流発電機、オルタネーターは交流発電機と大きな違いがございます。まあ細かいことは省略させていただきますが、発電効率が優れており、電圧も制御しやすいシンプルな構造なので、現在はオルタネーターが主流になっています。はい、オルタネーターの場所なんですが、エンジンの下この奥あたりにオルタネーターはあります。それではオルタネーターのお話を進めていこうと思いますが、最後にメンテナンスのお話をさせていただこうと思いますので、お見逃しなく。それではどうぞご覧ください。最近は EV などで電気が取り上げられることが多くなりましたが、もちろん EV に限らず W124 君を含めガソリン車でも電気はなくてはならない存在です。エンジンの制御や省燃費、横梁や空調などの快適装備などにも電気は必要ですね。その重要な役目を担っているのがオルタネーターです。仕組みはご覧のようなシステムなのですが、当然使用することにより電流を発生させるカーボンブラシやベアリングの消耗、ダイオードの劣化など、いわゆる消耗品と考えていただいてよろしいかと思います。以上が大雑把ではございますが、オルタネーターの解説です。肝心なことを言い忘れておりましたね。 W124 君はオルタネーターが弱点と冒頭で述べさせていただきましたが、それは純正ですとアイドリング時のエンジン回転数ではほとんど発電しないということなのです。したがって夏場の渋滞走行時、しかも雨が降ってワイパーを動かし、この酷暑、空調もマックスだと消費電力に見合う発電がされていないため、最悪バッテリー上がりというケースも考えられるということです。皆さんもくれぐれもご用心くださいね。話をオルタネーターに戻しますが、このオルタネーターも定期交換部品と考えてください。一般的には10年10万キロがターニングポイントと言われていますが、それは個体差もありますので一概には言えません。本体そのものは構造がシンプルなので頑丈なのですが、ボルテージレギュレーターと言われる部分はブラシが摩耗しますので消耗品となります。それでは交換時期はいつにするかという見定め方は以下の通りとなります。一つはバッテリーの警告灯が点灯する。このバッテリー警告灯が赤く点灯している際には、オルタネーターを含むバッテリー周辺に何らかの異常が発生しているものと考えられます。あと水温計がピクピクしている場合なども要注意ですね。その他分かりやすい症状として、ヘッドライトが暗くなったり、パワーステが重くなる、あとエンジンの始動直後、ハンチングなどで挙動がおかしくなった際も疑った方が良さそうですね。あとはエンジン付近からの異音に注意を払ってください。ベアリングに異常が起きたことによるウィーンという音、キュルキュルキュルっと異音がするのは V ベルトの緩みや劣化も考えられます。それではオルタネーターのチェック方法を簡単にご説明します。これはあくまでも DIY での簡易検査ですので、一つの目安としてお考えください。まずはバッテリーターミナルにテスターの端子をつなぎ、エンジンの回転数を2000回転まで上げて、その時点での電圧を見ます。その時の電圧が 13.2 から 14.5 ボルトの範囲内であれば問題はありません。またヘッドライトやブロワーファンをオンにして負荷をかけた状態での電圧も念のためチェックしておくことをお勧めします。以上がオルタネーターのチェック方法ですが、電圧が適正範囲内にない場合、ボルテージレギュレーターの故障が一番多いトラブルです。このパーツは単体でも供給されておりますし、オルタネーターを外すことなく交換できますので、覚えておいてくださいね。最後に国産オルタネーターと交換する際のヒントをお話しさせていただきます。すでにお話をさせていただきましたが、純正オルタネーターはアイドリング程度の回転数では充電量がほぼありません。したがって夏場の渋滞は苦手となるのですが、その問題を克服した国産オルタネーターも販売されております。その代表的なものが千葉県のアドバンスさんです。実は我が家の W124 くんもアドバンス製のものをつけているのですが、三菱製のローターコイルなどをベースに製作されていますので、アイドリング時でも十分な出力を確保しているので安心です。久しぶりにウェブサイトを開けてみたら W124 の特設サイトもあるようなので、よろしかったら検索してみてくださいね。そしてオルタネーターの交換なのですが、これは V ベルトを交換したことがある方なら DIY で交換できます。しかし、ショップさんなどに頼まれる場合は、オルタネーターのみならず、V ベルト、ベルトテンショナー、アイドラプーリーなども定期交換部品ですので、一緒に交換された方がお得ですし、後々安心して乗れますよね。はい、いかがでしたでしょうか。オルタネーターのトピックス。この動画がなるほど役に立ったと思われた方、グッドボタンポチッとよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方、どうかよろしくお願いします。コメントもたくさんお待ちしておりますので、どんどんコメントお書きくださいね。それではまたお会いしましょう。さようなら。